おはようございます。速稼塾の久保でございます。今日は相場がないですね。24、25と相場がありませんけども、ちょっとね、昨日、一昨日、その前と何日か連続で考えていたことをちょっと思い直さないといけないかなっていうのと、プラスですね、ちょっとこれは危ないことの前兆が起きるんではないかなっていうふうな、まあ懸念がありますんで、ちょっとその辺だけね、補足的にお伝えしていこうかと思います。まあちょっと画面切り替えて説明していきましょうか。はい、これがまずドル円の1時間なんですけども、私が考えていたのはここね、こっからズドーンと下落していって、このゾーンまで半値戻しがあるかと思ったんですよ。半値戻しがね、こういう風な形で起きてくるかなと思ったんですけども、半値戻しが起きずに半値も戻らなかったんですよね。で、今横ばいみたいな状態に入ってます。で、ここからね、私が嫌な予感がするなってのは週足を見た時なんですよ。これが週足なんですけども、今まで私はね、ここね、もう何年も前からこういう風な形でここに達したら上に行くんだよってことを申し上げてきましたよね。もう覚えてらっしゃると思いますけども、ただ今回ですね、この移動平均線収まらないのと、この下落トレンドも相変わらずね、上昇に行くに至ってないんですよね。ということで、もしかしたらこれはずいぶん前に引いたこの補助線があります。赤い線ね。こちらに沿って、この104円668の防衛ラインをぶち破ってですね、レジサポ転換、こっちへ行くんではないかなと。ひょっとしたらですね、これ円高が急速に高まる恐れがあるんですよ。まあ、これもちょっと頭の隅に入れておかないといけないなと今思ってるんですね。で、去年までと、この相場で大きく違ったのは、感染症のことに対するドルの財政出動ですよね。それに比べ、円の財政出動はそんなにたくさん行われてないんですよ。いわゆる真水ってやつですけども、アメリカのドルと日本の円っていうのでは、この真水の財政出動のレベルが違いすぎてですね、もしかしたらここでパワーバランスが大きく崩れて、少なくとも去年までとは違う状況で見ていかなくてはいけないのかなと思いました。というところで、円の供給が少ないわけですから、そしてドルの供給が多いわけなんですよ。ということはどういうことかっていうと、円の希少価値が高まって円高に触れるというふうなね、ことがあるんで、円っていうのは今急速に106円とか105円とか104円の方向にぐーっと向かっていったんですよね。ちょっと前まで本当にね、110円とか115円いくんじゃないかみたいな解説も私した覚えがあるんですけども、115円どころかね、今ね、セルで行ってるわけなんですよ。もちろんね、この私たちトレーダーとしては、セル一方向に進むんだったら取りやすいことは取りやすいんですよ。方向が定まってますから。まあその中でもね、2、3日前みたいに、そのセルの中の間のドル、バイをね、ちょっとちょこっと取っていきたいな、みたいな、スケベ心起きてきましたけども、まあそれはね、まあ本当に、余談みたいな感じで、基本的にはずっとセルなわけですよ。で、このセルが無限に続くとは言いませんけども、ひょっとしたらね、今までの、この何年も続いてきた防衛ライン、100円の668、こちらをぶち破って、103円についに突入したりとかね、ともすればこれはね、100円を切るところまで行くんじゃないかなっていうふうに考えてるんですよね。もちろんこれから、特別定額給付金をはじめとする予備費10兆円の残りの7兆円ほど、それから第3次補正予算の、このね、草案、これが、決議して、そして2021年度の予算編成にどういうふうに影響してくるのかってことはね、ちょっと難しい政治的なことを考えていかなくてはいけないところもありますけども、とにかくね、テクニカルで考えても、これはね、ちょっとセルの方に向くんじゃないかなと思ってるんですよ。テクニカルで考えても。その上で、世界情勢をちょっとファンダメンタルに近いんですけども、米国国債の発行量と日本国債の発行量とかね、財政出動のこの、大きな違いとかを考えたときに、これは今までの、防衛ラインってものを、今回は外していかないといけないのかなと思ってるところなんですよね。これテクニカル的に見てもそうなってるんで、ね、こう、上昇していかないんですよね。まあ、ですんでね、ちょっと、その懸念だけ今回申し上げておきたいなと思いました。またね、月曜日から、26日から、相場解説新しく始めていきますけども、申し上げたように、26から30日までのこの5日間、それほどね、大きな利益を取るポイントが来ないかもしれませんし、ずっとね、黒字を続けてきた私だったんですけども、この10月に関しては、黒字で終わるとは思うんですけども、
まあ言ってみれば黒字とは言えないようなね、黒字で帰結するのかもしれません。ギリギリ黒字みたいなね。もしかしたら11月とか赤字を確保しないといけないのかなというふうに思ってきてます。当然ですけども、11月赤字だと私のね、FX の年収ってのも年間売上っていうのも1000万多分切る恐れがあるんですよ。まあですんで、この辺で私が新しい壁にぶち当たったかなと。これは必ずしも時代のせいではなくて、多くのトレーダーさんが足踏み状態っていうのを経験するんですよね。どんな時代でもです。いろんな要因で足踏みっていうのがあるんですけども、まあその一つなのかなって思ってるところですね。まあ FX の基礎講座の方は引き続き、基礎は基礎ですんで、いつの時代も同じですから、こちらの方はしっかりと固めていただきたいなと思いますんで、最初のね、中間テスト皆さんでご受験くだされば幸いでございます。それでは本日は以上です。